こんにちは、札幌占い美容師裁判所の後藤です。今回はですね、バリアージュの方法をマニュアルとしてちょっとやっていきたいと思います。でバリアージュのベースのやり方なんですけれども、基本的にワンプロセスでやることが多いので、カラー剤を一回全部塗布します。でカラー剤を全部塗布したら、その上にこうブリーチをオンブリーチしていくっていうような感じのワンプロセスでやります。で理由としては、ブリーチ剤を最初に塗って、バリアージュのベースを作ってからオンカラーの場合ですと、例えばですけど表面の方とか縦にラインを作りますよね。でそのラインを作ったところと、根元の黒いところ、ここレベル差が結構あると思うんですけど、ここが難しくて、ブリーチの方に合わせてしまうと黒い毛が赤っぽくオレンジっぽくなってしまったりとかですね、変にリフトしてしまったりして綺麗に表現できなかったりで、黒い方のベースに合わせてしまうと、ブリーチのところが暗くなりすぎてしまったりっていうことが起きます。そういう風になりやすいので、同時進行した方が時間も、いいですし、2時間あればですね簡単にできるメニューなので、カット込みでですね、カットと、バリアージュで2時間でできれば、予約管理とかもちょっと非常にしやすいかなと思います。で一点多分皆さん気になるところがあると思うんですが、カラー剤を塗った上にブリーチ剤を塗って大丈夫なのかっていう部分があると思うんですが、特に問題はありません。要はもうカラー剤を剥がしてしまうんですよね、ブリーチ剤で。で、若干染料は残るんですけど、基本剥がします。でシャンプー台でちょっとこう揉み込んで入れていくっていうような感じなので、基本的にはそれを想定したカラー剤を選択していかないとダメなんですけれども、そうですね、ブリーチのところがどうしても希望色っていうのはワンプロセスだとちょっと作りづらいのはあります。それはもう仕方ないですね。それはもう2プロセスでやるか、もしくは同時進行でホイールで分けながら細かくやっていくかっていうことが必要になります。このやり方を推奨している理由としては、ブリーチの、タイムなんですよね。でどうしてもですね、時間を置きすぎてしまうとか、細かくこう同時進行でホイールで包みながらやっていってしまうと、一番最初にやったところと最後にやったところのレベル差、それからダメージの差っていうのが出てきます。どうしてもネープの頬の毛に負担がかかってしまう。で髪の毛を伸ばしている方だと、ネープが引っかかりやすくなったりとか、どうしても障害が出てきます。でそこであんまりタイムラグをなくして、やっていくっていう方法で、より簡単でより、スピーディーにやっていける方法を公開したいと思います。基本的に僕がやってる方法は、この方法ですので、皆さんもやられてると思うんですけれども、基本としてはこちらを使っていただければいいかなと思います。あと用意するのがこういうペーパーを用意するんですけれども、このペーパーをですね、適正の長さに切っていくんですが、紙のレングスによって結構変わってくるので、長いとちょっとやりづらいんですね。それ後で理由は分かると思います。要は根元側だけブロックできればいいので、あえて毛先側はブロックしないようにします。その理由をやってると分かります。まず根元の方ですね、5センチぐらい開けて塗っていくんですが、これは白髪染めグレーカラーの時も、ファッションのカラーの時もですね、全く一緒です。カラー剤は、グレーカラーの場合は根元にグレーカラーを入れるっていうような感じなんで、まず毛先、薬を2個作っておけばいいんですけど、3つになってしまうので、ブリーチ剤、それから根元の薬、毛先の薬ってなっちゃうと、作るのに面倒くさいっていうことなんで、なるべく時間を短縮させたいっていうことなんで、基本的に僕は同じ薬剤を使います。そんなに難しくというか、パパーって塗ってくれれば大丈夫です。とりあえず1回つけちゃってから、綺麗に塗っていくっていう方が僕はいいかなと思うんで、タイムラグの問題も出てきますから、まず1回つける。でこれがちゃんと多分ね浸透してないんですよ、実際の話でもいいんですこれで、まずは1回塗るっていうことですね。早く塗るってことですね。まず早く塗ります。このような感じに、塗っていきますね。根元を開けて塗ってます。でここでまたポイントなんですけど、コレストンも僕結構使うんですね、ハイトーンの時とかで。コレストンって一剤の粘度が非常に硬いんですよ。でその一剤の粘度が硬いものに対して、硬